今回紹介するのはグラビアやモデル、女優として活躍する馬場ふみかさん。1995年6月生まれ、新潟県出身。馬場ふみかさんは10歳の時から15歳までの間、アプリコットという子供の演劇集団に所属し、ダンスなどのレッスンを受けていました。中学2年生の14歳の時に地元新潟の路上でスカウトされ、地元フリーペーパーの新潟美少女図鑑のモデルとして活動を開始しました。美少女図鑑での活動をきっかけに女優になりたいという思いが高まり、2014年の高校3年生の時に映画パズルに出演し女優デビューを果たします。また同年放送された仮面ライダードライブにて敵幹部であるメディック役にドラマ初出演にして抜擢。ドラマ未経験の馬場さんを採用するのは東映側でも博打に近い決定でしたが、悪役でも嫌われないキャラクターという観点で馬場さんが選ばれたそうです。馬場ふみかさんにこち使われることを想像するだけでよだれが出てしまいます。メディックは黒いゴスロリ風のドレスを身につけた少女で、物語が進むと純白のドレス姿へと変わります。ぜひ本編でその理由についてチェックしてみてくださいね。2015年には週刊プレイボーイにてグラビアデビューを果たし、同年4月発売の女性ファッション雑誌ノンノより同誌の専属モデルとなりました。2016年に表紙を飾った週刊プレイボーイにてモグラ女子という言葉が誕生して以降、馬場ふみかさんはモグラ女子の代表的存在となりました。そして同年にファースト写真集色っぽよが発売され、グラジャパアワード2016でグランプリを受賞します。こんなに H なお胸とくびれであればグランプリを受賞するのも納得ですね。しかし当の本人は昔から大きいお胸がコンプレックスだったようで、グラビアで水着になるのをきっかけに胸が武器として活かせると考えられるようになったようです。2017年にはコードブルーにて月9ドラマ初出演を果たします。2022年10月からはドラマ恋と弾丸にて古川優太さんとダブル主演をされるなど、グラビア活動だけではなくドラマや映画でも活躍をされています。こんな美貌を持ちながら演技が素晴らしすぎるんですよね。今後も女優として活躍を期待していますが、個人的にはグラビア活動もできるだけ続けてほしいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録コメントをお願いします。それではまた次の動画で。